チャンネル、はい、うまちゃんです。ゆうちゃんです。サールチャンネルということで、今日はね、玉川学園駅前に来ています。はい、今日はまたね、食べきり協力店の取材ということでやってきているんですけども、うん、さあ早速向かってみようか。そうだね、うん、行こう行こう。駅から近いからね、今日は、うんうん、駅から徒歩30秒。本当だね、うん、本当に近いところにあります。はい、到着しました。今日またゆいちゃんで来ているのは、うん、玉川学園の駅からもう徒歩1分ぐらい、1分かかんないぐらいかな、うん、とっても近くにあるリトルマーメイドさんというパン屋さんに来ております。はい、うまちゃん、ゆうちゃんね、パンも大好きなんだ。そうだよね、パンも美味しいよね。もう外からすごくいい匂いするよね。ほんと楽しみ、うん、そしてこのリトルマーメイドさんでは食品ロス削減の取り組みを行っているということで、うん、お話を伺いたいと思います。楽しみだな、うん、それで行ってみようか。はい、よし、今日を案内していただく橋爪さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もう早速パンのいい匂いがしてますけれども、お店の案内していただけますか？はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。あ、なんかこれ目玉商品ですか？焼きたてってなってます。あ、そうですね。うん、2月の新商品の XO ジャン豚ニーニになるんですけれども、はい、あの海鮮のエキスだったりとか、うん、あの XO ジャンが入っているので、はい、とても食べ応えがあって美味しい人気の商品になります。ね、なんかいいですね、はい、美味しそう。こちらが、リトルマーメイドのロングセラー商品になるんですけれども、はいはい、ペストリーにカスタードとダークチェリーを乗せて焼き上げた、人気の商品になります。リトマのパン定番巡りっていうこうマークありますけど。はい、そうですね、もうリトルマーメイド当初からずっと支持をいただいている商品になります。橋爪さんも好きですか？はい、大好きです。美味しそう。橋爪さん、ありがとうございます。いい、こちらこそ。すごい美味しそうなパンがたくさんあって、あとイートインスペースもあるから、あの食べるお客さんも結構いらっしゃいますか？うん、そうですね、はい、特にお昼時とかだと結構ランチとかで利用されているお客様が、はい、多いですね。美味しそうだもん。じゃあリトルマーメイド、略してリトマっていうらしいんですけれども、リトマの食品ロス削減の取り組みについて教えていただけますか？はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、リトルマーメイドではエコタイムというものを行っておりまして、うん、閉店の30分前に30% オフで店内のパンを、買っていただけます。なるほど、これ目当てにいらっしゃるお客さんいますか？あ、そうですね、はい、やっぱりあの割引になっているので、この時間帯に目当てで来られるお客様もいらっしゃいますね。そうですよね、はい、このエコタイムを取り入れることによって、やはり食品ロスは減りましたか？そうですね、やっぱりどうしても前日とかに予測してパンを作るので、うん、この活動を始める前まではあのロスのパンが出てたりともしてたんですけれども、うん、まあ、こちらの、活動を始めてからあのパンを売り切れるようになったので、はい、ロスの量はかなり減ったと思います。素晴らしい。あとはアプリでもあの食品ロス削減に取り組んでるって聞いたんですけれども、はい、マッチングアプリですかね、食品ロス。マッチング、そうですね、はい、そうですよね、はい、お店側がどうしても売り切れなかったものをまた、ね、消費者の方が安く買えるということでね、マッチングアプリも利用されているということで、これで食品ロスがかなり減っているということで、素晴らしい取り組みだと思います。これからもよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。橋爪さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。パンも美味しそうだしね、何よりもね、食品ロス削減の取り組みがとても素敵すぎました。じゃあ最後にこのリトルマーメイドさんの PR をどんどんしちゃってください。はい、まあ、リトルマーメイドでは食事用のパンからスイーツまで焼きたてのパンを多数取り揃えております。駅からも近いのでぜひお越しください。ありがとうございます。はい、今日はね、リトルマーメイドさんで食品ロスの取り組み撮影させていただきました。サールチャンネルではゴミやエコ、SDGs に関する取り組みを発信しております。これからも皆さん
期待してください。では次回サンアルチャンネルでお会いしましょう。じゃあねー。Yeah!